キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシスジャパンそれからラブクリエーションというそれぞれ創造団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしています今日は動物学の特に第5日に作られた飛翔生物の19回目になりますけれども、えー、今日は昆虫の中の 社会性昆虫について考えたいと思います特に社会性昆虫の中で今日はシロアリについて考えたいと思います皆さんはシロアリが好きでしょうか今日は 昆虫の中でも社会性昆虫と呼ばれる昆虫たちについて考えてみたいと思いますけれどもほとんどの昆虫は社会性を持っていないなな昆虫なんですねそれに対して社会性昆虫と呼ばれるのはマクシモクと呼ばれる分類される昆虫の中のアリとかチですねまた投モ目と呼ばれる昆虫の シロアリの仲間ですそして、えー、大部分の昆虫はほとんどの、まあ、生涯でですね単独で生活するかあるいは一緒に生活していても、えー、互いに協力して何かをするっていうことをしないわけですけれどもまた子どもが生まれても子育てをしないとかですね するのは産卵だけであとはどこかへ行ってしまうそういう昆虫がたくさんいるわけですけれどもそういう中で蜂やアリそしてシロアリなどは、えー、互いに協力して一緒に生活をするというふうになりますそれが社会性昆虫ですね共に生活しまた子育てをするまたその生活の中でですね えー、階層があるわけです階層というのはうつない言い方をすれば役割分担があるといったらいいでしょうか社会性昆虫というと皆さんは人間の社会を想像するのではないでしょうか社会性昆虫の中には、えー、女王がいたり、えー、兵隊がいたりあるいは働き者がいたりといったふうに それぞれぞ分かれるわけですけれどもそうするとまるで、えー、身分の差別があるかのように感じてしまうかもしれないですね。でも実際には何かの命令によって動いているというわけではなくてそれぞれ自分の役割を最初から与えられていてで本能に従ってその役割をするという形になります。ですから決して 支配関係にあるわけではないんですね。で、えー、女王アリとか女王蜂は何をするかというと卵を産む役割に特化していますまたオスアリオスバチあるいはオアリオオバチは何をするかっていうと、えー、これは、えー、生殖をするだけですね。えー に精子を与えるそれだけのために存在しているそういう役割のために存在しているといったらいいでしょうそして働きあり働き蜂は実際に食材を集めたりまたその他さまざまな働きをするわけですね餌を与えたりとかそういう働きをしますシロアリの場合も非常に似ていますシロアリは女王アリと 大アリがいますアリや蜂の場合は王はいないんですけれども白アリの場合は女王アリと大アリがいてそして白アリの場合は大アリもいます女王アリと大アリがいてそれとともに働きアリと兵アリがいるわけですねで、人間の社会との違いは何かっていうと人間の社会の場合は さまざまな違う家族が一緒になって生活するわけですけれどもこのアリやハチの場合あるいはシロアリの場合みんな家族なんですね。一つの、えーまあ、例えば女王アリとか女王バチから生まれた子どもたち,全て兄弟たちですでそれが一つのコロニーを、まあ、作るわけですね。 シロアリの場合もそうです。大アリと女王アリから生まれた、えー、子供たちが一つのコロニーを作ります。そして、えー、家族で生活するんですけれども、まあ家族と言っても人間と違ってその数は何万から下手すると百万を超えるようなそんな家族になります。シロアリの場合ですけれども。 特に今日はシロアリについて考えてみたいと思いますけれども、えー、皆さんはシロアリというとどんな風に思うでしょうかおそらく多くの日本人はシロアリはだけは家に入れたくないそういう風に思うんではないかと思いますねシロアリはまあ、害虫として知られていますよね家を食い荒らして下手をすると、えー、シロアリが家の柱を食べてしまって 家が壊れてしまう潰れてしまうそういうようなことも起こらないわけではありませんシロアリは大抵、えー、地面を通ってですね家に侵入してくるわけですからまあ、大抵はあの土台で何とか防ぐわけですけれどもまた最近では柱に、えー、シロアリを寄せ付けない薬が塗られた あるいは染み込ませた柱があってそれによってシロアリが侵入しないように気をつけているわけですけれどもシロアリに入られてしまったら大変な思いをすするわけですねこの写真はヤマトシロアリのさまざまな役割をしているアリの写真です。左上が複製食虫とあります。 オストメスの、えー、これから女王アリとしてあるいは大アリとして働けるようなアリですねその隣に妊婦というのがありますけれどもこの妊婦は、えー、大アリとか女王アリがいなくなったとき代わりに大アリや女王アリの役割を果たすものですねで、この妊婦が脱皮することによって 生殖中に変わります左側の妊婦は羽のあるもの右側は羽のないものですねそれからその隣右,が右端ですけれども上下にヘアリがいますヘイタイリですでねこの兵隊アリの特徴は頭の部分が長いそして、えー、茶褐色をしているといったでしょうかそういう特徴があります。 その隣にあるのは、えー、働きりと幼虫ですねここで「偽食アり」と書いてありますけれどもこれは働きアりのことを指していますそれから小さいものは幼虫ですねで幼虫は、えー、脱皮をして平アりになったり働きアりになったりしますまたこの働きアりが脱皮して妊婦になるわけですね。そして それがやがやてて、えー、生殖中になっていくわけですねこのようにして、えー、常にシロアリの社会は、えー、何かがいなくなってもそれを補うようにできています。このシロアリですけれどもヤマトシロアリとイエシロアリというのがあります。シロアリは まあ家に着くこともあるんですけれどもそんなにたくさんは食い合わさないので、まあ、比較的安全なシロアリということもできるかもしれませんでこのシロアリヤマトシロアリは4月から5月ぐらいに、えー、い一斉に飛び立つんですねオスとメスが飛び立ちます羽を生やして飛び立ちますそしてそれぞれ移動した先で、えー、交尾をして新たな えー、巣を作るわけですねで巣を作ったときに、えー、メスがフェロモンを出してでオスがそのメスのところに行ってオスとメス一対で一つの巣を作っていきますたくさんの、えー、オスとメスが一斉に飛び立つわけですからたくさんのシロアリの巣ができるんじゃないかそれを心配するわけですけれども実際には 多くのその飛び立ったシロアリは、えー、無防備なので、えー、食べられてしまってですねわずかだけが生き残って新しいシロアリの巣を作るというふうになっています。非常にうまくできているなというふうに思うんですね。そういうふうにしてヤマトシロアリは、えー、枯れ木などですねに、えー、住み着きます。そしてまた、えー まあ約一年の時を経て、またオスとメスが飛び立つ、そういうふうな生活をしていきます。それによって森林のえまあ木ですね、枯れ枯れ木なんかが分解されて、まあシロアリは木を食べますから分解されて、そしてえ森林が木だらけじゃなく住むっていうことがあります。ところでダーウィンにとって 問題だったのは、えー、この社会性昆虫がなぜ存在するのかということです、ね、ダーウィンは進化論を考案したことで有名ですけれどももし進化が実際に起こったならば昆虫の性質が次の昆虫に引き継がれるためには その親となる昆虫の性質が子供に引き継がれると考えるわけですね。社会性昆虫の場合は女王あり女王蜂あるいは、えー、女王シロアリから子供が生まれてくるわけです。で女王アリとか女王蜂など、まあ、女王シロアリはその働きは何かっていうと子供を産むのが専門です。もし 子供を産むのが専門であれば、次の世代も子もを産むことしかででできなないはずなんですねでも。生まれてきた子どもたちは本能的に働きありとなって働くことができるわけですね。ですからダーウィンはなぜこの女王蜂から生まれてきた子どもが働き蜂として活躍することができるのかそれが不思議でならなかったわけです。 進化して働き鉢が、えー、働き鉢の形質を備えたと考えるならば働き鉢から子供が生まれてくるっていうのが当然なわけですけれどもそうはなっていないわけですねしかし聖書から考えるならば鉢を作られたのは創造主です創造主がこの鉢を作られてそして鉢には、えー、そ,れそれぞれの まあ社会性昆虫には役割を与えられます女王蜂としてあるいは働き蜂としてそのような役割が与えられるわけですね。で創造主が最初からそれぞれの、えー、役割を持った蜂に、えー、本能としてそれぞれの役割を植え付けておかれるならばそれぞれの役割はえー 遺伝子の中で受け継がれていくわけですね。突然変異によって新しい役割を身につけたわけではありません。最初からそのように創造主によって組み込まれているプログラムですね。ですから、ダーウィンのように、なぜこんなことが起こりうるんだろうというふうに心配する必要はないわけです。 この写真は家城アリの写真です。もし皆さんがこの家城アリを見つけたら、気をつけてすぐに退治した方がいいと思います。もし家の中に見つけたらですね。この家城アリは、大和城アリよりも一回り体が大きくなっています。働きアリで大和城アリだと四五ミリぐらいなんですけれども、これだと七八ミリですね。だいたい倍近い大きさになります。 また女王アリもヤマトシロアリだと15ミリぐらいの大きさですね1.5センチぐらいになるわけですけれども、えー、このイエシロアリだと40ミリだいたい4センチぐらいの大きさになりますから、えー、ちょっとあんまり見たくないような感じかもしれないですね。シロアリには、えーまあ、分類としてですけれども 加藤シロアリと高等シロアリというふうに分けられています。この過等か高等かっていうのは、えー、多分に進化論のえー、まあ。イメージを持ってつけられた名前と言えるかもしれないですね。で、このえー、加藤シロアリと呼ばれるものは、えー、日本に多く存在しています。また、高等シロアリと呼ばれるものは？ 特に南の方ですね日本の南部にも、えー、存在していますし熱帯地方に多く存在していますでこのリの多くは、えー、有塚を作るんですねこの写真を見ていただくと、えー、右側にあるのはアリ塚ですねでアリ塚はまあ日本では見ることっていうのはそんなにはないかもしれないですけれども 南の島の方では見ることができるかもしれませんシロアリが木を食べるというのはもうお話ししましたけれどもこのカトウシロアリ自身は実は木を分解することができないんでですすね分解することができないのに食べるっていうのは変な話だと思いますけれども実はこのカトウシロアリは お腹の中に微生物を飼っているで、その微生物がセルラーゼという、えー、まあ、セルロースの分解酵素を出すわけですセルロースというのは植物の細胞壁とか繊維なんかに多く含まれているものですね細胞壁などはセルロースからなっていたり非常に硬くて分解のしにくいものですけれども セルラーゼという分解構素があることによって分解することができます。ということは、えー、もしシロアリが存在してもこの、えー、微生物が存在しなければですねセルラーゼを出す微生物が存在しなければシロアリはすぐに滅んでしまうわけですね。でこのような えー、同時に一緒に生活していないと、えー、どちらかが滅んでしまったりあるいは両方とも滅んでしまうそのような関係を共生というふうに言いますで共生には4種類があるんですけれども、えー、一つは総理共生という,う,いというのは一緒に生活をしていることで互いに益を受ける場合ですね。 このシロアリの場合は総理強制に当たりますまた変理共生というのがあります。変理共生というのは共に生活する生物の片方だけが利益を受ける場合でもう片方は特に益も害も受けない場合ですね。もう一つは変害強制というのがあります。それは共に生活をしていると 片方だけが害をこぶる場合ですねもう一つは規制というのがあります規制というのはともに生活する方で中で片方は利益を得て片方は害を受けるそういう場合ですではこのような強制というのはいつから始まったんでしょうかおそらくですね天地創造の時互いに 協力して生活ですから共生自体は天地創造の、えーまあ、例えば創造の第3日に植物が作られ第5日に、えー、飛ぶ生物が作られまた魚が作られ第6日に、えー、陸上の動物たちが作られ、まあ、そ,その中で、えー、この3日間の中でですね 共生関係というのが、えー、完全にうまく働いていたと思いますもし長い年月をかけてこれらの動物が順番に作られていったとしたら植物が共生関係にないと動物との共生関係にないと、えー、生存できない植物はすぐ枯れてしまいますあるいは、えー、先ほどお話しした このシロアリとお腹の中に飼っている微生物ですねそれがほぼ同じ時期に存在しないとしかもこのシロアリの場合はお腹の中に最初から存在しないと生きていけないわけですねまあそういうふうに共生という関係が成立するのは短期間で同時に存在することです ですから進化論が言うように長い年月をかけて徐々に徐々に進化したっていうことではこの地球の現在の環境はできないことになるわけですね。そういうわけでこの共生という現象は想像の初めから存在したと考えられるんですけれどもでは最初から変害共生とか規制というものは存在したのでしょうか おそらく存在しなかったんではないかと思います。この辺、害矯正とか規制というものが存在するようになったのは、アダムとエバが罪を犯した結果ではないか。そのように多くの想像を信じる科学者たちは考えています。創世記の3章にアダムとエバが罪を犯し、またその結果。 裁きが行われたことが書かれていますアダムとエヴァと動物と地に対する裁きですねそれから蛇に対する裁きとしてその中であらゆる動物が呪われていますまた女性に対してはお産の苦しみが増すということが言われています男性に対しては 働きに老苦が伴う。また土地は茨やアザミを生えさせる。そして、えー、男にまあ、に人に対してまた動物もですけれどもやがて土に還るすなわち死ぬということですね。この肉体が滅びるこのような裁きがあります。創世記の3章のえ、8節から見てみたいと思います。けれども読んでみたいと思います。けれども。 そよ風の吹く頃彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いたそれで人とその妻は神である主の見顔を避けて園の木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた,あなたが「あなたはどこにいるのか」彼は答えた 私はそれで私は裸なので恐れて隠れましたすると仰せになったあなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので 私は食べたのですそこで神である主は女に仰せられたあなたは一体何ということをしたのか女は答えたヘビが私を惑わしたのですそれで私は食べたのです神である主はヘビに仰せられたお前がこんなことをしたので、ね、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる。 お前は一生腹ばいい。で歩き、塵を食べなななければならないこれがアダムが罪を犯したあと最初に蛇が呪われたことについて書かれています。で蛇に対して「お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる」と書いてありますから他の家畜や獣も呪われてさらに それれ以上に蛇が呪われたということをこここで教えていますねでこの時に、えー、規制とかあるいは偏害強制という、えー、相手に害を与える強制というものが出現するようになったのではないかそう考えられます。えさらに読みますと15節で「私はお前と女との間に」 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとにかみつくえここの十五節は原始、えー、福音と呼ばれる箇所ですけれどもやがて女の子孫としてイエス・キリストが誕生することを予言しています。また女に対しては 16節ですね女には子をおせられた私はあなたのうめきと苦しみを大いにますあなたは苦しんで子を生まなければならないしかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになるこういうふうに女性の身ごもりの苦しみが大いに増すことが書かれています。また 人に仰せられたこれはアダムに対してですね「あなたが妻の声に聞き従い食べてはならない」と私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで職を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならない。この 土地が呪われてしまい、植物が今までのように無害な植物ではなくなって有害な植物に人にに危害を与えるような植物に変わっっててしまっていまいす。そのことから考えても変害共生とか規制というものがこの時に出現したのではないかと考えられるわけです。あなたは顔に汗を流して糧を終え ついにあなたは土にるあなたはそこから捕らえたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならないこのように創造主は人に対してまたこの地球に対しての裁きを行われましたその時から人はこの肉体は滅ぶようになったそういうふうに聖書には書いてあるわけですね。まあ、そういういわけで この矯正は最初からあったんだけれども、害をなす矯正に関しては、人の堕落の時から始まった、そういうふうに想像を信じる科学者たちは考えています。シロアリの矯正についてでは考えてみたいと思います。シロアリはセルロース、まあ、木を食べるわけですけれども、そしてそのセルロースを腸内微生物に、 助けられて分解をするわけですね。で、その、えー、じゃあ腸内微生物は最初からシロアリは持っていたんでしょうか。最初からというのは生まれるとから生まれた時から持っていたのでしょうか。そうではないんですね。多くの学者たちはこの腸内微生物はシロアリが幼虫に、えー、餌を与えるとき、親の与えた まあ餌まあ、唾液や何かに混じってこの微生物が一緒に幼虫に、えー、食べられたりあるいは、えー、幼虫は糞、えー、も食べるわけですけれどもシロアリは互いに糞を食べたり、えーまあ、口から出す餌を与えられたりして育つわけですけれどもこの糞を食べる時にもやはり微生物が入ってくると考えられます。そういういわけでシロアリは 互いに餌を食べ合ったりすること時に、えー、口から食べさせてもらったりあるいは糞から糞を食べたりすることによって腸内微生物を体の中に入れるわけですそういうわけで幼虫も、えー、だんだん育っていく中で、えー、セルロースを分解できるようになるわけですね。でこの えー、微生物なんですけれどもこのような微生物ですこの微生物は超鞭毛虫類とか多弁毛虫類というふうに呼ばれますけれどもこれは、えー、自然の中ではこのシロアリのおなかの中にしか生息していないんですね。ということはシロアリが最初に作られた時に最初からこれもおなかの中に生息していた。 っていう,ふうに考えられるわけですねもし別々に生息していたとしたらシロアリがこの多弁猛虫類を食べるチャンスっていうのはめったになかったと思いますね。まあ、そういうわけで創造主は、えー、シロアリを作られた時そのおなかの中にこの多弁猛虫類とか長弁猛虫類も一緒に作られていたっていうことです。でこの えー、微生物がセルラーゼという、えー、セルロースの分解酵素を分泌するので,でそれによってこの、まあ、糖白アリとと分分類された白アリはここの、えー、木を分解すするるがでできるわけですね実際には決して加藤高等で分類されるものではないと思いますけれどもあくまでも分類としてそういうふうに名付けられているというだけです。 皆さんはこういうふうに見てきてヤマトシロアリをもしできるなら飼育してみたいと考えるようになったんではないでしょうかもし関心があったら是非このヤマトシロアリを飼ってみてください。そしして、て主がどののようにしてこのシロアリを、 えー、計画されたかシロアリがどのような働きをするように計画されたかっていうのを考えてみてくださいただシロアリが逃げ出さないように気をつけてくださいね。ヤマトシロアリは、えー、オスとメス一緒にいればそれを捕まえればそこから、えーまあ、巣を作り始めます必ずしも女王シロアリと女王シロアリを見つけなくても大丈夫です。 ガラスの容器を用意しその中に紙とか木片を入れておくとそれを食べてそして巣作りをしていきますで。木片もあまり厚いものを用意するとその中に巣を作ってしまいますのでそうすると巣がよく分からなくなるので薄い木とかそういうものを使われるといいんではないかと思いますね。また 水も必要ですので水が簡単に手に入るようにしておいてあげればいいと思いますそれからまあ普通の温度のところに置いておけばいいんですけれども直射日光が当たるところなどだとまたもしヤマトシロアリを見つけたらですね、えー、一つの実験をすることができます。 安物のボールペンで紙に線を引きます。自分の好きなように線を引きます。で、その線の上にヤマトシロアリを乗せてみてください。そうするとヤマトシロアリがその線の跡をずっと辿って歩くようになります。実はこれはヤマトシロアリが出すフェロモンと、えー、フェロモンの匂いですね。それとボールペンのインクの 匂いが非常に似ているためです高級なインクだとうまくいかないというふうに聞いていますので、えー、安物のボールペンで試してみてくださいまあそういうわけで、えー、大和シロアリを飼ってみてまたは捕まえた場合に、えー、いろいろ観察してみたりまたは実験をすると楽しいと思いますこのシロアリも、えー、種が 作られたものですそして、えー、この自然界の中では非常に役に立っているものですね。木が枯れてしまってももしシロアリのような、えー、植物を食べて分解する昆虫がいなかったならばいつまでたってもそこに残るわけですね。でもそういうふうにセルロースを分解する、えー、昆虫がいるために、えー、木は分解されてまた新しい えーまあ、自然界の中を循環すると言ったりでしょうかねそういうことが可能になってくるわけです。それから先ほど言い忘れたこととしては、えー、この女王白アリとか、えー、大白アリですねまあ子どもを作るわけですけれども子供を産んでで最初は働きアリがいないなわけですそういう時は一生懸命、えー、卵の世話をするわけですね。 でこのシロアリは口にまあ、えー、口にそのまあ洗浄するといった愛でしょうかあるいは卵を常にきれいに保つようなそういうような、えー、働きがあります。ですこういうのをグルーミングというふうにも言うんですけれども。 グルーミングっていうとペットに詳しい人は猫の毛づくろいとかそういうことを考えるかもしれませんけれども生活環境を整えるこういうふうに卵を常に清潔な状況に保つというそういう働きも最初から創造主は備えておられるということですね。 シロアリだけではなく全ての昆虫においてもそうですけれどもそれぞれの昆虫がそれぞれの特別な役割を与えられていてそしてその役割を果たすために必要な全ての生活のサイクルですねそれも主が整えておられるまた偶然にそれらの働きを手に入れたのではなくて最初から本能の中に プログラムされている働きを昆虫たちは歴史の間ずっと繰り返し繰り返し行ってきているわけですね。まそういうようなことを考えると、創造主のご計画っていうのは何と素晴らしいんだろうか、そういうふうに思わされます。この地球全体がそのように創造主の計画された一つ一つの昆虫、あるいは動植物ですね、それによって保たれている。 そう考えると創造主の知恵の素晴らしさまたその全能の力の素晴らしさを思わされます引き続き次回は社会性昆虫の蟻やハチについて考えてみたいと思います